ご視聴いただきありがとうございます。八野でございます。この動画では YouTube のコメント欄や私の LINE アットにいただいた質問やコメントに回答していきます。はい、今日の CKD コメント回答動画はこの5つのね、メニューになります。まずですね、昨日、おととい解説したフリーソラナ、ね、あとフリー DRX で、他のサイト含めてフリーソルモなんですけれども、ちょっとね、つながらなくて登録できないということでコメントをいただいてますので、こちら解説していきます。あと2つ目、サトシアプリですね。H1 のバインドがスタートしてますので、10月21日までということで、ね、簡単に解説します。で、3つ目なんですけども、サトシアプリ同じですね。こちらもなんかメタマスクにつながらないということなので、まあ、対処方法を解説します。で、4つ目がハムスターコンバットですね。ダイヤモンドもらえないという方のコメントありましたので、まあ、ダイヤモンドをもらう方法ですね。解説しますと。で、5つ目、最後ですね。ハムスターコンバット。先週くらいですかね。確か出金申請して、まあ、ね、上場ということで、で、私はバイビット登録してたんですけど、バイビットにね、無事に着金しましたということで、はい、共有します。はい、まずはこちらですかね。昨日、おととい、フリーソラナと、あとフリートロンですね。はい、解説したんですけれども、いくつかコメントいただいています。動画ありがとうございます。旧サイトの残高は引き継がれなくて悲しいですね、とね、いうのと、自分は入金までしたのに泣きたくなりましたということで、フリートロンの方ですね。こちらが以前はフリー TRX ということでやってたんですけど、突然ね、サイト繋がらなくなって3ヶ月くらいですかね、ずっとなんかそういう状態続いてたんですけれども、フリートロンということでね、まあリニューアルして、まあドメインもね、変わったということで、で、残念ながらね、やっぱり旧サイトの残高引き継げなくて、まあね、これはしょうがないかなというのと、あと入金はちょっとね、やっぱりこれちょっとね、残念ですよね。入金したのに、まあアクセスできなくなったっていうことなんですけども、やっぱりね、ちょっとフリーフォーセットは、そういう、まあリスクがね、ゼロではないよっていうのは、やっぱりね、どこかでちゃんと心に留めておいて、で、私もあのフリービットコインとかに入金してますけど、あの入金する金額は他のフォーセットサイトで稼いだ暗号通貨を入金してますね。そうすると他のフォーセットサイトでタダで稼いだやつを入金するので、まあリスクはないですよね。最悪こうなくなったとしても、サイトが閉鎖になったとしても、まあもともと無料でねもらったやつだからっていう感じで、だからやっぱりね、あの身銭を入金すると結構リスクが高くなるので、せっかくね、こういうフォーセットサイトで稼いだお金、暗号通貨、ね、他のフォーセットサイトに入金して、こう回すっていうのが、リスクが少なくていいんじゃないかと思いますのでね、はい、そういうあのやり方もちょっと考えてみていただけたらと思います。はい、で、その下ですね、ただいま、イーサとドージとトンがサイトにログインできず困っています。しばらくすると元に戻るパターンだと思うけど、平気で数日入れないとかザラにあります。これはどういう状況なんですかね、というのと、同じくですね、サインアップできません。プリソルなんですけど、私がこの動画撮った後ですかね、サインアップできなくなった。私、この動画撮った時はサインアップできてたんですけれども、ね、できなくなりましたと。はい、いうのと、こちらも同じですね。サインアップできませんっていうのと、今は BTC と BNB 以外ダウンしてますねということで、ね、このフリー系のサイト全部で7つあるんですよ。ね、フリービットコイン、BNB フリー、フリートロン、あとはフリーイーサー、同時フリー、フリートン、フリーソルということで、全部で7つあるんですけども、今朝時点の状況なんですけども、正常に稼働しているのはフリービットコインと BNB フリー、フリートロンというところですね。はい。この3つに関しては、今朝はちゃんと動いていたので、まあ、フリートロンとかね、昨日動画撮りましたけれども、登録していただければと思います。で、残念ながらですね、今朝時点つながってないのが、この4つですね。フリーサ、同時フリー、フリートン、フリーソルということで、まあ、ソラナはね、一昨日まではつながってましたと。で、トンもつい先日ね、私、出勤動画撮りましたので、つながってましたと。でね、イーサとかフリー、同時フリーなんです。これも月末まではね、つながっていたんですけども、やっぱりね、週明け、ちょっとね、つながらないということで、もうこればっかりはもう本当にどうしようもなくて、待つしかないんですよ。で、ね、
ツイッターとか X の方とか見てもなんかメンテの情報とか出てないので、ちょっとね本当にこればっかりはもう様子を見るしかないので、まあちょっとねしばらく様子を見ていただいて、また復活すると思うのでね、前のフリー TRX みたくもう永遠につながらないっていうのは多分ないと思うんですけども、ただねやっぱりこうつながらなくなるってことはありえますので、まあそうですね、こまめな出勤をね忘れずにっていうことで、私もねまあ大体月に1回とか2ヶ月に1回は出勤するようにしているので、ちゃんとね最低出勤額超えて溜まってきたらもうこまめに出勤するっていうのがね、リスクを回避する策として、はい、有効なんじゃないかと思いますのでね、まあつながらない時はもう本当にねもう我慢して待つしかないなと思いますけれども、まあ一応この3つは動いてるんでね、まあ、この3つだけでも、はい、1時間に1回回して稼いでいただけたらと思います。はい、そしてこちらはサトシアプリですね。はい、ニュースの方で出てますけれども、9月30日から10月の21日までまたアドレスバインド始まってますよということなので、ちょっとねまた別途動画は撮りたいと思うんですけれども、ちょっとね前回がねアドレスバインドしたにもかかわらずなんか凍結されたと、まあ結局は出勤できたんですけれども、でこちらですね、はい、こちらの動画で解説してますけれども、凍結されていましたけれども、試してみると同じく、まあ、6分の1ですね、CTO トークンでしたと。で、20分くらいで届きましたと。この間、ログインエラーが出て入れませんでした。自分の時何度か試してダメだったので、スマホを再起動したらアプリにログオンできました。不具合ですか？スマホが古いから、まあ、ログインできてよかったですということで、ちょっとね、サトシアプリなんかリニューアルしてからね、つながりにくくなった、ログインできにくくなったので、私もね結構毎日なんか 3,4 回ログイン繰り返してやっとログインできるっていう状況なので、ちょっとこれねアプリやっぱりね修正してほしいですよね。はい、でもう一人の方、凍結されていますが手順に沿ってクレームしたら6分の1入りましたということなので、やっぱりねサトシアプリ上は凍結というふうに出ているんですけれども、それでもねアドレスバインドした人はちゃんと出勤できたと。で逆に、アドレスバインドしてない人で出勤したという人の、ね、コメントがないので、ちょっとねやっぱりアドレスバインドしないとまずいのかなっていう感じですかね。やっぱり、はいね、アドレスバインドしなかった人が凍結されなかったというね今回現象なんですけども、ね、凍結されている人でもアドレスバインドした人は、まあ、出勤できたということなんですね。はい、なのでね、アドレスバインドしてないけど出勤できましたと。でその人は本当に6分の1になってるのか、まあ、全額満額で出勤できたとか、まあ、その辺の情報をねもしいただけたら、はい、共有したいと思います。はい、でもう一つですね、サトシアプリの方なんですけども、メタマスクで URL 開かないですね、自分だけかな、時間を置いて再挑戦してみますと。で同じく SSL エラーになりました。コントラクトアドレスも違ってる気が、アップに表示されているものと違いましたので改めてアップのもので登録しました。同じくエラーになりましたということで、サトシアプリですね、ちょっとまあサトシアプリに限らずなんですけど、メタマスクかな、私はメタマスクがうまくなんか動かないっていうかつながらない時が結構ありまして、でまあメタマスクね、ちょっと不安定で、パソコンでやると結構ね成功率いいんですけども、スマホだとやっぱり特に Android ですね、私は結構失敗することが多いですと。でメタマスクなんですけど、まずねつなぎ方2種類ありますのでね、やり方ちょっと変えてやってみてくださいっていうのと、やっぱりですねそれでもつながりにくいっていうのはね結構あります。特にメタマスクは私も本当に何回もねやり直したりっていうのをしますので、そもそもメタマスク自体がこうちょっと調子悪いのかなっていうのもありますし、あとはねアプリもうまくいかない場合っていうのは大体この辺のことをやるとね治りますので、特にアプリ再起動、あとは Wi-Fi とね 4G 誤振動切り替えですね、はい、あとはねスマホの電源をオフオンして、であとアプリの最新バージョンに更新してますかっていうのと、あとメモリがね結構フルフルだとうまく動かなかったりするので、メモリいっぱいの人はね不要データ削除してメモリ解放してくださいと。だいたいここまでやればね治りますっていうか、うまくね動きますので、それでも調子悪いときはねアプリの再
インストールですね、削除してから再インストールで、再インストールするとき特にね、あの暗号通貨ウォレット系のやつはちゃんとねバックアップ、ニーモニックフレーズバックアップしてからねやってくださいね。パスワードとかもバックアップしてから再インストールするようにしてくださいと。で、あとたまにやっぱりね運営側の不具合でこればっかりはね本当に待つしかないので、はいはい、まあこういったところを気をつけていただければねうまく動くんじゃないかと思いますけれども、そもそもメタマスクがね調子悪いっていうのは私の個人的な、はい、感覚なので、特に Android ですね、はい、なのでまあパソコン持ってる人はパソコンでやるとねすんなり解決できたりしますので、いろいろね試してみていただけたらと思います。はい、そして今度はこれですね、ハムスターコンバットなんですけれども、質問ですが、ハムスターで YouTube を見てもダイヤがもらえません、やり方をご存知であれば教えていただけないでしょうか、ということなんですけれども、はい、タスクですね、タスクで YouTube のタスクがありまして、でこれ押すと、まあ、YouTube ね、動きますと。で動いた後ですね、ここに、まあ、チェックと出てるんですけど、ボタンが押せないんですよね。で、これで多分もらえないって言ってるんだと思いますけれども、これなんですけれども、すぐにはね、もらえなくて、まあ、どれくらいですかね、1時間、2時間、3時間くらい時間を置いていただくと、後からアクセス、ね、してみると、ここにね、はい、チェックボタンを押せるようになりますので、で動画見た後に、このチェックボタン、一回こう消えて押せるようになると、こんな感じでね、ダイヤがもらえると思いますので、動画だから見た後ちょっとねしばらく時間を空けてください。そうするとねもらえるようになると思いますので、はい、そんな感じでやっていただければと思います。はい、そしてハムスターコンバットなんですけど、無事ね着金しましたということで、着金したんですけれども、ちょっとね数字見てがっかりしましたっていうか、まあこんなもんなのかな、はい、私はね12ドルくらいしかねもらえなかったたんですけれども、結構ねノットコインとかね300ドル近く私もらえたので、紹介なしの方で300ドル近くもらえたので、結構ねハムスターコンバットもかなりねユーザー3000万人以上ですかねいるので期待していたんですけれども、まあ意外とこんなもんかということで、まあそんなにね私もタップ真剣にやってなかったし、ボット以外の運用ってあんまりやってなかったから、まあ努力相応なのかなとね、もっとガツガツやってた人はもっともらえたんじゃないかと思いますけれども、まあね、よろしければ皆さんどれくらいもらえたかっていうのをね、コメントに書いていただいて共有していただけるといいかなと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。